オネル・ラサロ・イルナンデス・マイアは、キューバ・シ英語で、アビラ州も、ロン出身、ドイツノルト・ベスト・ファー練習、ギュータースロー育ちのプロサッカー選手、ノリジシティ FC に所属している。ポジションは MF。1993年に、キューバのモロンで生まれ、6歳の時に家族と共に、ドイツのギュータースローに移住。野球大国として知られるキューバとは違い。 世界屈指のサッカー大国として知られるドイツで、エルナンデスもサッカーを始めるようになる。地元の FC ギュータースロー2000のユースアカデミーに入団し、ロートバイス・アーレンを経て、2016年にアルミニア、ビーレフェルトのユースチームに入団。2010年にトップチームに昇格し、10月1日のツバイテリーガの SC パーダーボルン0 7戦でプロデビュー。 ビーレフェルトで2シーズンプレーした後、ベルダーブレーメンや VFL ボルフスブルクの B チームを渡り歩き、2016年にアイントラハとブラウンシュバイクに移籍した。2018年1月、ドイツ人監督ダニエル・ファルケ率いるノリジシティ FC に移籍。2018から19シーズンはエフルチャンピオンシップで40試合8ゴールを記録し、2部リーグ優勝に貢献。 2015から16シーズン以来のプレミアリーグ復帰を果たした。2019から20シーズン開幕戦となった2019年8月9日のリバプール FC 戦で後半25分にトムトリブルと交代で出場し、プレミアリーグ初のキューバ人選手としてその名を刻んだ。10月27日のマンチェスターユナイテッド FC 戦では、 試合終了間際にプレミアリーグ初ゴールを決めるも、試合は1から3で敗れた。2010年に U-18 のドイツ代表でのプレー経験のあるエルナンデスだが、本人はキューバ代表でのプレーを熱望し、2021年3月に念願のキューバ代表に初招集。同月29日の2022フィーファワールドカップ北中米カリブ海予選のグアテマラ戦で代表デビューを 果たした、ありがとうございます。